Whatever you send to. FM リュウシンドウ DJ のリュウシンです、今日のゲストは、新宿ので一緒に活動しているアイちゃんです。よろしくお願いします、はい。去年の8月にね、一緒にアートワークをやりまして、いい年こいて森の中で制作活動するというね、はい、ことを一緒にやってきたんですけれども、まあ、その後も、一緒にアートワークをアートワークグループ新宿のメンバーとしてずっとやってきているのにもかかわらず、まだ一度もゲストに来てもらってなかったので、今日はお呼びしてみました。ありがとうございます、はい。で、まあね、どうですか新宿は。新宿はあの、あれですよ、面白いですよ。面白いですか。面白いです。もう本当に少数精鋭でね、一人いないと二人の会議になっちゃうとか。どこか、今日とかね、今日は愛ちゃんと二人っきりの会議で感じで、なんかこれデートかと。デートかと。でこうしっぽりか、そうそうそう、こじんまりとした感じ、こじんまりとした地方都市本厚木の喫茶店でね、ゆっくり3時間も、はい、うん、駅前談義でございます。そうですね。で、この前は武田歩夢君と2人きりの会議でしたよ。結構多いですよね、うん、その2人。そうそうそう、会議っていうかデートかか、デートかと。、うん、しかもあれ、俺と歩夢の2人なのに下北っていうね。あ、わざわざ電車乗るんだ、わざわざ下北行かなくてよかったんちゃうっていうこととかもありました。はい、ご苦労様ね。もう一回話戻りますけど、どうですか。そうですね、新宿は今はとりあえず目の前 の、うん、あのやっぱり去年夏に集まって、うん、来年の夏ちょっと頑張りたいよねって話なので、そう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 、夏のアートワーク楽しみですけども、うんうん、そうね。もともとはあの愛川アートプロジェクトっていうのをきっかけとして、僕と愛ちゃんは、まあ、一緒に活動するようになって、でそれプラスそのリベンジですよね。去年の愛川アートワークはちょっとうまくいかなかったところがあったので、今年はもっといいものをやりましょうということで、一つのこう目標としてね、来年の夏にまたアートワークをやろうということもあって、まあいろいろ準備してきたんですけれども、結構その新羅万丁ですか、はい、あの新宿で発行しているフリーペーパーの方の制作の方にね、あの意識が向いちゃって、気がついたらアートワーク、夏のアートワークも目前なのにあまり決まってないっていう危機的な、そうそうそう、状況に気がついたのが6月か7月あたりですか。メンバーの中で指摘され、そうそうそう、オッズみたいな、あの宮坂くんがね、新羅万丁のこととアートワークのことに触れ、で僕はアートワークの方がメインだって話をしたら、知らなかった。ショックでしたね。そうだ、ミヤッチは途中から入ってきたから、あのタイミングだった、説明不足だったなっていうことに気がついたんだけど、気がつくの遅すぎでしたね。で、まあ、今日はメインとしてはですね、夏のアートワークの CM を、まあ、この FM 流振動でですね、やりたいなと思ってまして、ちょっと愛ちゃんの方から説明をお願いしたいんですけど、はい、あの、まあ、野郎の声よりも女の子の声の方が多分いいと思うんで、聞いてる方も、うん、お願いします。何でしたっけ、紙出しましょう。まあ、今日も話し合って多少に集まったかな、うん、そうそう、今日も3時間ぐらいね、はい、そうですね、会議をしたわけなんですけれども、まあこんな感じですかね、うん、そうですね、やっぱりあの水を、夏なんで水を使ってっていうことが出て、はい、水を運ぶ、うん、そうですね、いろんな各地からの水を運ぶっていうのと、うん、水を地上で描く、
地図上だね、これ。これちょっとこれ2つで ね間違えちゃってね、うん、あの水っていう字をですね、うん、あの神奈川県の、うん、いらしてくださったね。有名人ですね。ありがとうございます。ちょっとここで、はい、あの龍神の方から横から邪魔を入れるとですね、ここあの地方都市本厚木の駅前ダンケという喫茶店ですよね。はい、ではですね、愛ちゃんはもう超有名人なんです。昔は、ね、働いてたというね。はい。ね、可愛がられていたようで3年間も、ね、働いてたということで、化石になりますよ。で話戻りますけども、はい、そうですね、あの水っていう字をですね、うん、あの国道とか、うん、あの県道を使って地図上でちょっとこう、うんうん、らしき文字を書こうかと。そうですね、あの、まあ、地上絵アートワークと似てるんですけど、すんごい上から見ると水っていう文字になるように車で走る。そうですね。ってことですね。それとあの、うん、この間あの YouTube で大人気だった、はい、そうですね、地上絵アートワーク、地上絵アートワーク、うん、あれ私の友達も教えてないのに、うんうん、あのお知らせメールが来たんですよ。びっくりですね。びっくりでした。嬉しかったですね、うん、そうですね、ありがとうございます、うん、そう、ここでちょっと補足を入れますとですね、7月に地上絵アートワークという、アートワークをやったんですけど、その時参加者が少なくて僕と武田くん2人っていうね、例の2人、まあ、強行軍ですか、強行してビデオに撮ったものをですね YouTube に上げたらですね、なんかいつの間にか大人気映像になっちゃいまして、こう今約4万ビューいくっていうね、なんかわけのわかんないうちに人気が出ちゃったっていう動画があるんですけど、おすすめ動画になっちゃったものがあったんですけど、まあ、それの2回目のものをやりたいなと、はい、っていう感じです。夏のアートワーク、この地上絵アートワークぐらい、あの水のアートワークも行きたいですよね。そうですね、まあ、ね、目指すは10万ビューですか。10万ビューですね、うん、これを、うん、日にちもお知らせ、そうお願いします、しときましょうか、うん、はい、8月の29、30の2日間かけて、まさから晩までですね、きっと。そうですね、合宿なんで、はい、基本的に、うん、そうですね、それでやろうかなと計画している最中であります、はい、アート業界では合宿ってあんまないと思うんですけど、だいたいスポーツ業界じゃないですか、はい、合宿って。そうですね、野球部とかサッカー部とかで、もともと僕サッカー部出身だから、あもう発想が合宿なのね。体に染み付いてるという、染み付いてるんで。なるほど、うん、まあ、そういうことででして、まああとね31日もあるんですけどね、はい、地上絵アートワークやっぱこれにはキツキツだということで、うん、はい、結構夏盛りだくさんですね、うん、盛りだくさんですね、まあ、去年の、去年も3日だったじゃないですか、はい、3日だったのが、うん、準備期間が、まあ、それプラスありましたけど、まあ、去年と同じくらいの期間で、去年よりもっともっといいクオリティでやりたいなと。方向性も ね、ちゃんと、うん、かっちりとみんなで話し合って、はい、分裂せず、うん、分裂せずやりたいな、みんなが納得の上でね、はい、やりたいなと思ってるんですけど、あとですね、そうですね、うん、またこの日盛りだくさんなんですけど、はい、森の歌、我々のね、新宿の、テーマソング、はい、テーマソングありますのでキュートな、まあ、私好きなんですけど、僕次はね、愛の歌を愛の歌、愛の歌いいんじゃないですかね、愛の歌いいですね、うん、新宿のテーマソングとして、うん、いいですね、メメント森みたいな、そうですね、うん、ね、皆さんにまた聞かせする機会があると思うんですけど、まあ、あるでしょうね、はい、これも撮るということで、はい、30日楽しみですね、はい、盛りだくさんです、はい、
まああとね、デザフェス？デザフェスもまたじゃあちょっと軽く、はい、うん、ね、秋にちょっと出ようかと思いまして、はい、ね、あのこれもリベンジって言ったらなんですけど、そうなんですよね、ね、リベンジリベンジであるんですけど、なんか段階を追って良くなるという、うん、クオリティを良くするということで、そうですね、まあ、新宿できてまだ1年経ってないんで、はい、まあ、進化し続けるぞ、初めてのことばっかりで、はい、うん、そうそうそう、5位エボルシナントということで、うん、そうですね、はい、